地図が右に来ている。仕掛けるボックス内入って3人入っている。低いグラウンダーに最後合わせたのは24番の金森。そうですね、人数がまあ同数なんですけれどもね、はい、最後裏へ走り込まれましたよね。そうですね、城後、はい、と金森が詰めていました。石津、まあ、いいクロスボールですね。そうでしたね、はい、金久保、船山、石津、ああ鋭い出足で奪いに行こうかという動きもありましたが、寺田さん、ここは細かいパスマーチと上がっていく。アビスパスコーク、金森に入った。金森1点返した。一つこれで、まあ、ミスと言ってもいいようなプレーを、まあ、形としては取り返します。金森です。1点返しました。1対3。石津が頑張って狭いところに行くんですよね、はい、でワンタッチで止めて完全に股を狙ってましたよね。竹岡のことがあったんですが、福岡に加入しては今シーズンの2年目のシーズンを迎えています。さあ大きな展開、上後、中村大輔をかわして中へ入ってきた。グラウンダーのボール、1点返しました。返しました。今の流れ、ここで中村大輔とのマッチアップで、はい、はい、かわしていったんですよね。してそうですね、金森2試合連続ゴールになりました、うん、今日の試合初シュートがアビスパ、うん、石津金森、さあシュートコースが開けたか。金森3試合連続ゴール。金森のシュートでまさにここは石の1点を返しました。くれるかなっていうのを期待をした部分がね、今これね、いい、あ、森田触ったんですね。触ってましたね、うん、70分のシーン、この辺がその若さのいい部分でもあるんですよね、はいはい、躊躇なく評価している中原です。うん、やっとだ、抜ければチャンス、いやーショー、こじ開けていきました。ついに追加点、これね、このパスですよ、クロスを上げる、はい、フェイントからこの短いパスでしたね、グランダーの速いパスが入りましたから。金森、しかしここでもう一度起き上がって、うん、村上もねちょっと足が運べなかったですよね、守備の選手としては。ボールは落ち着かない展開ですが、また上後の前にこぼれます。上後です、ジュノセバッチ、坂田、さあ経由して金森中に、金森仕掛けていった、そしてジュノセバッチから金森、それまでは、ね、あのバイタルエリアのところでこう前向いて仕掛けられるってことが非常に少なかったんですけども、ここで仕掛けたことによって少しポケットができましたよね。なるほどね、まあ、最後は気持ちで押し込んだ感じでしたね。気のせば、まあ、気のせば坂田あたりも絡んでというところ、この流れ、ワンタッチツータッチでボールが回るのでここで前向けるんですよね。これある意味中西さん、金森も、まあ、人が多い中よく、ね、こう中に行ったのかなという気もしたんですよね。そうですね、はい、金森、阿部、左の高い位置には堤がいる、その堤に入る、さあここから堤がワンタッチダイレクトで金森がいるぞ、飛び込んだ金森、復帰の初ゴールです。いやー今のはまさに飛び込んでスムーズに流し込みました。金森、これ堤がワンタッチで入れると思うんですよね。ここで入った時ご覧いただきましょう、はい、このワンタッチが効いてるんですよね。あそこで止めるとしっかりこうディフェンスラインが前を向いてディフェンスできるんですけども、はいはいはい、こう合わせるというかボールを流し込んでこう山口聡が下がりながらディフェンスしなきゃいけないような、ね、位置にうまく、なるほど、あそこのワンタッチのボールの前には安田1枚の壁です。ヘディング、3点目が決まりました。アビスパ福岡、決めたのは金森、2試合連続ゴールです。この展開を決めてしまうようなそんな3点目になります。そうですね、これただ、まあ金森選手本当に落ち着いて決めましたけど完全にフリーなんですよね、はい、ちょっと下がりながらでしたけれどもうまく当てましたね。そうですね、アビスパ福岡です。
あ、裏に抜け出す。さあビッグチャンス、折り返してマイナスのボール、酒井本間が止めた。そしてプッシュ、先制アビスパ福岡。シュートを放った酒井、詰めたのは金森、ツートップで先制。リプレイです。この抜け出しですよね、城吾選手。はい、城吾、酒井、そして金森です。まあ、この酒井選手のシュートを打つ前のファーストタッチですよね。あの、少し城吾選手のパス強いかなと思ったんですけど、はい、ピタッと止めてよく抑えて打ちましたよね。エレアナには3枚入っているというところですが、山口の対応、1枚残っている金森、金森、金森、さあここは金森、金森シュートまで持っていく、金森、いやー、素晴らしいゴールが生まれました。金森、試合を考えた上でも大きな3点目。やることははっきりしてたと思うんですけども、ここでやはり2対1の状況ですよね。まあ、相手もうまく対応してたと思うんですよ、ここ飛び込まずに。でここでシュートを選択した時に相手の足に当たってるんですけれども、やっぱあそこでシュートを選択したっていうところと、やっぱここで貪欲に仕掛けたこの金森のうまさっていうのはね、あると思いますよね。まさに明日かな、守るシーンがあったんですけどもね、非常に集中して入ってますよね、中村ね。さあ今度はトリックプレーになるか、金森、左足のシュートまだあるか、金森、早くも先制、アビスパ福岡は金森です。いや、今のはここでグランダのボール出すときに金森が少し前に出てスペースを作るんですよね。まあ、これ一発で決めることはできませんでしたけれども、狙い通りのコーナーキックだったですよね。まさにしてやったりということで、プシュヌ監督もかなり喜びを表しておりました。南さん、おたけび上げてらっしゃいました、プシュヌ監督、熱い気持ちが伝わってきます。そうですね、まあ、2-0 のゲームっていうのは得てしてこう なるんですよね、サッカーで。さあまた左足決まった、大きさ、金森の左足、3対2アビスパ後半だけで一挙3点逆転。いやー、なんという、後半の12分、金森がアジア大会前の最後の試合、モチベーションの高い中で今シーズン6点目は、いやー、こぼれ球そのまま左足、いやー、見事なシュートですね。これはアビスパ福岡にとっても、そしてこの後日本代表に、21歳以下の日本代表に合流する、これは金森乗っていけますね。そうですね、まあ、やはりあの隅のシュートがですね、川西カット、福岡、中原から酒井、そしてスピードのある金森、ドリブルが武器、中に入ってきた、シュート、先制福岡、途中出場の金森、うまかったですね、相手を左右に揺さぶりながら。10試合ぶりのゴールになりました、金森、今シーズン7点目、プシュニク監督の起用が当たりました。ここ中盤でちょっと時間をかけた中で奪われてしまって、この動き出しも良かったですしね、はい、ここから左右に揺さぶるんですね、うまい、山形の選手も戻ってきていましたが、はい、最後シュート。20センチ積もっているあの大雪が降ったということで、はい、あの選手全員で、さあカットした、上後、坂田、金森も上がっている、その金森シュート決まった、若きストライカー金森決めた、2対1アビスパ勝ち越し。金森選手、山口選手に抱きつきに来ました、シーンです。一つのミスからここ長い距離を走ってきた金森、そして、まあ、上後のパスも素晴らしかったですけどね、はい、押し上げてきた金森がこの体勢からねじ込みました、これで2対1、そらして金森、いやー、技ありシュート、金森1点を返しました、ゴールに寄ってくるボールなんで、少し触ればっていうイメージあったと思うんですよね。もう一度ご覧
始めましょう。このシーン下がりながら、まあ、これで少し触ればゴールマス飛ぶんじゃないかなってイメージを持ってたんで、